1910年代にセルゲイ・プロクジン・ゴルスキーが撮影したセリゲル湖の島にあるニーロフ修道院。現在の風景との比較、オスタシコフはロシアのトベリ州の都市。州都、トベリからは1 9 9キロメートル西にあたる。ヨーロッパ有数の澄んだ湖、セリゲル湖の南岸の半島上に位置する。人口は2660人。 2006年の推計では19,700人。セルゲルコ上の島クリチェンはリトアニア大公アルギルダスがコンスタンディヌーポリ総主協調2371年に送った書簡の中で初めて言及されており、当時はモスクワ大公国との国境であったとみられる。その数年後、ロシア各地を荒らし回ったノブゴロドの族クイニキがクリチェン島を襲撃し、 生き残った住民のうちの二人の漁師が、本土側に移り村を再建したとされる。これらの村は二人の名を取り、オスタシコボとティモフェーボと名付けられた。前者は、モスクワ総主教に属していたが後者は、ボロコラムスクのヨシフ・ボロコラムスキー修道院に属した。1770年、二つの村は合併し、オスタシコフの町になった。1772年には、 オスタシコフスコンをノブゴロド州の中心都市とされたが、1776年以来とベリ州の一部となっている。オスタシコフは、ロシアでも最も素晴らしい田舎町の一つに挙げられる。メインストリートは1772年に建築家、イワン・スタロフが建てた都市計画に基づいて、新古典様式の建物が並ぶ。町の目印となる建物は、商店協会。 イタリ製三者聖堂、奇跡の修道院、18世紀半ばの図とに修道院などがある。また1587年に木造の要塞が建てられた跡地には、1787年に住民が記念柱を建てている。美しい湖と雰囲気の良い建築物群との組み合わせにより、オスタシコフはロシア北西部随一のリゾートになっている。 有名なニーロフ修道院は、オスタシコフの北方1 0トルのセリゲル湖に浮かぶ、ストルブニー島にある。スターリン政権下では、内務人民委員部のオスタシコフ特別収容所があり、ここに収容されていた、ポーランド人警官や、戦争捕虜6300人はトベリへ移送され、処刑された。同じ時期に、コゼリスクに収容されていた、ポーランド人4300人は、 スモレンスク付近で処刑されている。ありがとうございます。